さまです。アラフォー独身女性シリーズでございます。今日もね、40代の女性の悲しみ、そして、切なさに、切り込んでいきましょう。切り込むって言うとなんか意地悪をしてそうな私の雰囲気になってきますけども、ただ読んで私なりの感想と求められた場合によっては、アドバイスをさせていただくってことになります。よろしかったらね、この公開する内容だけでも皆さんからのお気持ちがありましたら、コメント欄などにご記入いただければ幸いでございます。誹謗中傷はね、お控えいただければ幸いです。まあこういったね、40代で独身っていう立場に苦しんでらっしゃる女性ってのは本当ナイブになってますんで、優しい少女を迎えるつもりで聞いてあげてください。それではね、タイトルですけどもこちらです。40代未婚独身女性の寂しさや辛さということで、今回寄稿いただいたのが、私のね、速稼塾の塾生さんではないんですけども、40代の女性 M さんで、私の動画もね、もう3年ぐらいご覧になってくださっている方でございます。今回ご許可をいただきまして公開させていただきます。またですね、これね、 M さんにも申し上げたんですけども、もうちょっと文章は整えて書いてくださいね。今回私またリタイプしましたけども、やっぱり40代でね、文章がきちんと書けないっていうのは、もしかしたら恋愛がうまくいかない原因になっていたのかもしれません。20代30代で思ったことを正確に伝えられない、このコミュニケーション能力の中で文章で伝えるってことが難しいとね、仕事でも当然失敗しますし、多分他のね、大事な局面で言葉の使い方一つで誤解させてしまうような場面もあったんじゃないかなと思います。はい、まあでも今回はリタイプしたんで読みやすくなってると思います。そしてリタイプしたものはご本人さんにも許可をいただいてここに掲載させていただいております。それでは読んでいきますね。40代を迎え、周囲は結婚や出産、子育てに邁進しているようです。そんな中で独身の私は孤独と焦燥感に苛まれています。鏡に映る自分の顔はいつの間にかくすんで見え、かつての肌の弾力性は明らかに失われています。さらに年齢を重ねるごとに体力も落ち、疲れやすくなっています。風邪もひきやすくなり、さらに一旦そうなると回復までにすぐに1週間が通り過ぎてしまいます。仕事ではそこそこ責任ある立場となり、忙しさは増す一方、残業も当たり前となり、プライベートな時間はほとんどない状態。家に帰っても誰の言葉も聞こえず、ただ静寂が包み込むだけ。ふと SNS を見ると、幸せそうな友人家族の写真が目に飛び込んでくることが多い。子供を抱っこしている姿、旅行中の笑顔、結婚式の幸せそうな表情、そんな光景を見るたびに胸が締め付けられるような苦しさが押し寄せてくるんです。時にはなぜ自分だけこんな人生なのと自問自答してしまう。当然答えは出てきません。周囲の人たちは当たり前に結婚して子供を産んで幸せそうに暮らしている、なのに私には何もない。このまま孤独な人生を歩むのかと思うと心が空虚になる。誰かに愛されたい、必要とされたいという気持ちが強く湧き上がる。しかし周囲には結婚している友人ばかりで、相談する相手も見当たらない。孤独感と虚無感に押しつぶされそうになり、涙が溢れてしまうこともある。それでもなんとか前向きに生きていこうと努力している。仕事に打ち込み、趣味に没頭し、新しいことに挑戦する。自分磨きを怠らず、少しでも魅力的な女性であり続けたい。いつか私にも素敵なパートナーが現れ、幸せな家庭を築ける日が来ることをまだ願っている。しかし、その未来がいつ訪れるのか全く見通せない。40代の未婚独身女性の私は、社会から取り残されたような孤独感と焦燥感に苦しんでいる。40代の男性は若い女性をデートに誘ったりして、チャンスを少しでも広げることはできる。でも40代の女性が男性を誘うのってどうなのと思う。20代の頃は男性はダメ元でも女性に声をかけなくちゃいけないし大変ねと思っていたけれど、今感じるのは40代でも50代でも女性に声をかけることができる男性の立場が羨ましい。こんな風に価値観や考え方も正反対になることが多々あると。
ということで以下略にさせていただきます。まあ、非常にねこの女性の孤独感が伝わってくる文章でしたね。こちらの方ね今回はコメントなしで直接この M さんにメッセージの方を送らさせていただきます。明日の朝までに送信しますのでもうしばらくお待ちください。それでは今回はね以上でございます。お疲れ様です。